私の年賀状、皆さんに送ります。今皆さんに送ります。これ赤い字、秘書と書いています。上の字は飛ぶ、下の字は書ける。書けるんだけど地上を書けません。羽があります。両方とも大空を書けるという意味で、赤い字で大きく飛翔と書いています。我卒樹、卒樹というのは昔風で言うと90歳、昔風の旧暦の数え方で言うと90歳。私は我卒樹というのは私は90歳になりましたということ。我飛翔、これは現代の字で飛ぶ、かけると書いています。我飛翔、私は飛びます、これから飛びますと書いている。そして石王、これは私のことである、私の号である。下に私の号の版がある。これが私の年賀状で、今皆さんに年賀状を送ります。私は90歳だけれども、これから大空を飛びます。皆さん私より若いと思う。私が飛ぶんなら皆さんも当然飛んでいただきたい、大空をという意味の、私の覚悟と皆さん頑張ろう、頑張ってくださいという意味の年賀状です。